めです。ということで今回なんですけど、この前ミクを書いたので、そのタイムラプスをまあ動画にしよっかなと思って動画作ってみました。まあまだ今作ってる途中なんで、この動画上がるかわかんないんですけど、話変わるんですけど、さっき声入れるマイクミスって、どうもマメです。ということで今回なんですけど、こんなになっちゃった。なんか前新しくオーディオインターフェース買って、それの試しでそのマイク使ってみて、自分で確かめてた時の設定が変わってなかったっぽい。まあどうでもいいや。というかイラストメイキング系の動画って普通声入れるのかな。こういう系の動画初めて撮ったからわかんないけど、そもそも動画にしたのには理由があって、まあ、一つはシンプルにそのイラストメイキングが見たいっていうリスナーの人がいたからっていうのと、もう一つはここでなんか文化祭があって、それの準備でポスターを用意しなきゃいけなくて、そこでイラストのサークルでポスターを描きましょうっていう感じになって、でそこでなんかそれぞれちょっとキャラのポスター描きましょうみたいな言われて、でなんか友達にミク描いてきてって言われたから、なんかミクに制服着せてやったらなんかちょっとそれっぽくなるかなと思って書いてたんですけど、一週間家族で旅行に行くことになって、ごめん旅行行ってくるから一週間ぐらい学校休むわって家族と沖縄に行ってきたんですよ。で一週間ホテルの中でテトリスしたり、ホテルの中で音楽聴いたり、まあ、ホテルの中から海見たりして、まあ、沖縄楽しんでたんですけど、一週間が経って学校行ってサークルでみんなどんな感じみたいな、どこまで進んだって聞いたんですよ。そしたらねーなんていうか、なくなったかなーって言われて、え、何言ってんのこいつと思って。なんで、え、どういうことって聞いたんですよ。なんかそしたら、人員不足で人が足りなくて、なしになって、って言われて、そもそもイラストのサークルめちゃくちゃ人数いて、なんで人数不足になったかを聞いたんですよ。そしたらなんか僕が旅行に行ってる間に何人か抜けたらしくて、それのせいで人数不足になってなくなったらしいです。もう書いたのになとか思いつつ、まあ責めれへんしみたいな、でもどうしようもないから、せめてなんかにこの絵を使いたいと思って今回動画にしました。なんかそのミク頼んできた友達も抜けてました。